えついに初日迎えましておめでとうございます<ー> <laughs> もう見てください満席状態ですのでぜひ皆さんから一言ずつ役名も踏まえましてまずご挨拶いただきたいと思いますはじめに主演のうちの聖洋さんですはい、えー、皆さん本当に、えー、集まってくださってありがとうございます、えー、ようやくこの日を迎えたという感じですがあこの映画の中では、えー、私は真面目で、えー、器用な 公務員を演じております。えー、まあ結構長い道のりで、えー、撮影そしてここまで来たので、まあちょっと一言では、えー、い言えないんですけど、今日はいろいろ喋りたいと思ってます。よろしくお願いします。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 続きまして川江里奈さんです。はい、持地咲桜役を演じさせていただきました川江里奈です、えー。私もこの作品を見て。 あの思わずこうふふふと声が出てしまうような面白い場面もたくさんあって、でもあのすごく痛快で最後の最後まで騙されてとっても面白かったので、ぜひあの今日皆さんに見てもらえることを本当に嬉しく思います。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。では続きまして森川葵さんです。はい。 白石みく役の森川葵ですえ。本来ならばきっとここに岡田さんがいるはずだったんですけど、残念ながら今日は来られないということで、あのその分まであのたくさん喋れたな喋れたらなと思っているので、どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> ありがとうございます。続きまして後藤武紀さんです。え、村井達也役の後藤武紀です。 えー、そうですね。岡田くんが僕たちの詐欺集団のボスなので、そうです。彼の、はい、いない部分までちょっと頑張って、はい、滑舌よく喋りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして上川周作さんです。はい、えー。丸健太郎の役を演じました上川周作と申します。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。えー、楽しい時間になりますように努めます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 続きまして、鈴木せいなさんです。はい、えっと、ずっとトンカチを持っている女、闇金よ娘、五十嵐かおる役の鈴木せいなです、えー。皆さんが見終わる頃には、きっと詐欺師集団の仲間のような気持ちになって。笑って帰ってくださることを祈っております。本日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、まやみきさんです。はい。 えー、その母、闇金業者の、えー、ボスですか、五十嵐ルリ子役のまやみきです。あのーね、<laughs> まだでも見られる前ということなので、ちょっと言葉を選び選び、でもあの本当にオフももう、なんかバラバラの個性がすごい楽しい人たちなので、えー、そ,のそこもちょっと感じていただきながら、ストーリーに入っていただけたらと思いますすすよろしししくお願いいいたしまままありがとうございます続きまして小沢幸さんです。 えー、脱税を立花大和を演じさせていただきました小沢幸良です、えー、納税しよう <laughs> はいありがとうございました <laughs> ありがとうございますさあそしてこの映画の監督を務められました上田新一郎監督ですはい、えー、監督をしました上田新一郎ですあの内野さんからもありましたようにすごい長い道のりで、えー、実は6年前から動き出した 映画なんですけど、六年間の大事に大事に育ててきて、えー、ずっとこの日のこの場所を目指してあの作ってきたので、本当にまずはこの光景が見れて感無量です。はい、本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では、スチールカメラマンの皆様、フラッシュなしでよろしくお願いします。 うちの聖洋さん、はい、あの監督も今ね6年間ってお話しながらうちのさんも監督と一緒にこう脚本もちょっと入りながら僕は2年間 2>、ね、3年間2年間ぐらい3年ぐらい三年間 <laughs>、はい、その間あのなんですかねこうシナリオの打ち合わせっていうのは それも十段階、や、やって。そうですね、脚本の打ち合わせとリハーサル含めたら,らた、ね。あ、そうそう、リハーサルもやった。はい、やりました。途中で投げ出したくなるようなりました。なもありましたが。<laughs> あの、彼の熱意がすごいので。あの、ここまで来れたんだなって、本当に思います。えー、それぐらいもう熱心で。はい。もう、な、何校でしたっけ、あれ。 最後は14校ですね普通はそんなに校を重ねることってあんまりないんですよ、うん、僕は初めて14校っていうのを見ましたなんかでも毎回その内野さんはこうがっつりそのやられているのかなっていう印象はあったんですけどいやここまではないですねで <laughs> そういうのをインタビューで見てすごい感動して <laughs> 本当にありがとうございますっていう気持ちで今いっぱいですはい いやでも結構あのあの絞られましたよ。いや僕もですよ。<laughs> 毎回その最新行にたっぷりのこう布扇を貼って持って来ていただいて、で頭からいこうかって始まって、そ,そのポスト糸を全部取るまで終わらない, <laughs> <ご>い <laughs> 打ち合わせが結構やりましたね。結構やりましたね。うん。 まああのこの感じだから長くなったのかもしれないです。<laughs> そうかも今の会話の感じ聞いてるけどねそうですよ。ごめんなさいごめんなさい。うんはい、でも内野さんにとっても<え>ですからこの役っていうのはねいろんなご自身のアイデアも入ってて生まれてったっていうことでもあるわけじゃないですか。はい。ね、えー、どうですか今回この作品でこの役はどんな思いで演じられていますか。そうですねまああのー、私自身もそのあまりこう器用なあの 真面目なあのあの公務員っていうのがどう演じていけばいいんだっていうのはちょっと難しいところがあったんですけどそれはもうリハーサルでいろいろ、ね、監督から「ちょっとこれは内野さんが言うとちょっとあの強くなっちゃうからあのデスマス調に変えてくれ」とか、うん、うん,なんかいろんなこうなんていうんですかね監督とのセッションの中で、えー、っとやってったんではい。はい <laughs> <laughs> じゃあもう思いがいっぱいって感じですねきっとね今日のこの会場もそうですねはい。まあでも現場はね。<laughs> <laughs> 本当暑い中であの結構あの監督もコロナになっちゃったりして <laughs> あのリモート演出ですか <laughs> これがまた凄さまじかったんですからね、うん。そうなんですよあの撮影中盤ぐらいにコロナになってしまってただまスケジュール的にちょっと止められないということで、えー、まあ熱とか下がったもお状態なんですけど。 iPad を自宅から見ながら現場には天の声みたいなスピーカーがセットされてでしたね <laughs> 現場でいろいろ小沢さんとかがこうねまとめてくれるんだけど「あんでこれ行ってみよう」って言うと監督の天の声がこうスピーカーから聞こえてきて「あちょっとそれダメなんです」って <laughs> でもう一回撮り直しみたいなの結構あったじゃないですか。カメラを 止めるなな、ね <laughs> はい、なんてうううででですすねそうそれを地でよれ行く現場だったんですよねだからこそこれだけねバラエティに富んだ面白いキャラクターで皆さんがこうやって揃ってるっていうねことでもありますけれどもではちょっと河いさんにも聞いてみたいと思います。はい、内野さんとねコンビになって公務員の先輩後輩っていう役でしたけれども、はい、今回この役を演じてみてどんな思い出がありますか私はほとんど内野さんとご一緒するシーンが多かったんですけど。 もう本当に現場を率先して引っ張ってくださってなんかいろいろアドバイスをしてくださったりとかして本当にあの一緒にいてあの学ばせてもらったなっていうのとあとは本読みの時にもう監督もおっしゃってたように付箋全,全ページに多分付箋が貼ってあるぐらい分厚すぎてでこう開いてこうちょっとチラ見すると。 書き込んんでであるんですびっしりあの余白があるところにそれを一回変えてもう一回消してっていうのをなんか横で私のなんか薄いなんかペラペラの台本がすっごく恥ずかしくなっちゃってあなんかもう本当に勉強になるなと思いました、はい、そうです <laughs> 内野さんそう言われてますけど河合さんとね共生いやいやあのそうあのまあそもそもが韓国の,あの、うん、ドラマから、はい、あの16話なんですよ。 テレビドラマでその16話を1話にしこうまとめているんで何て言うんですかねもう最初の頃はこう台本読んでもさっぱりわからないっていうぐらいでしたよね情報てんこ盛りで,そ,で、ね、そこから何て言うんですかねこうそいだり加えたりしながら監督が自分のものにしていったんで何て言うのかなあの大変だったんですよね <laughs> <laughs> とにかく,く、ね、<laughs> そのね細かいこう仕草だったりとかそういうのがまた映画の中でね 面白いエッセンスにもなっているので本当に、ね、ありがとうございます <laughs> では続きまして森川さ今日はちょっとねあのチームのボスが岡田さんいらっしゃいませんけれども、はいはい、共演されてみてみどんな思い出がありましたかあのボスなんですけど現場にいる時はなんかこうなんだろうボス感がないボスっていうか <laughs> なんか。 まとめてるようだけどまとめてないように見えてなんかうまく誘導されてるというかっていう感じでなんかすごい不思議な方だなっていう印象ありましたよね。ということでさ、ね、マ,マイク使ってもらっていいですか <laughs> 本当なんか無,無理しこっちがなんかすごいリラックスできるようなあの温度感で会話もしてくれるしなんかそれはすごい印象的でした何か無理した記憶が全くなかったんですごい物腰の柔らかい、うん、あなたはいつもじゃないですか <laughs> 無理した感じがないのはい, <laughs> いや気張ってる時もあります、ね、あそうですはいす <laughs> 緊張するは,はいでも森川さん今回ねあのいろんなこうねコロコロ変わるキャラクターでもありましたけど演じてどうでしたか楽しかったですなんかいろいろできて楽しかったですありがとうございます,ですよねぜひ皆さん楽しみにしててくださいありがとうございます。 では続きましてちょっとね後藤さん先ほどちらっとお話出てまいりましたけれどもどうでしたか今回のこの現場でこの俳優陣とご一緒していてどんな印象が残ってますかえそうですね皆さんやっぱもう,やっぱもうつくせ者揃いというかやっぱ、ね、でも内野さんにはなんか一緒のシーンはちょっと指導していただいたりとか指導指導なんか指導っていうかこここうしようよとかっていうのを積極的にやっぱ先輩方が言ってくれああ,のあれねはいはいあれぐらいじゃないですか。はい、<laughs> そんなに指導した思い <laughs> あいやいやそう,そうなんですけどであと、まあ、小沢さんとかもなんかこう現場ががががちちょっっっっっと押しちゃたたた時時ああて自分がテンパった時があったんでですよねで皆さんいるシーンで,でここでちょっとあんまテンパれないけどと思ってたら小沢さんがちょっと裏行って「じゃあお前一緒に稽古するぞ」っつってあのそのあ<ー>なんかちょっと時間もない時にちょっと何て言うんですかスタンバイの時間に一緒にこう鏡見ながらこうやってやろうよとかってやってくれたりとかやっぱすごいはい。 こういう一面もあるという大沢さんは意外とねそうですよね。あ,ありがとうねなんか <laughs> なんかちょっと嬉しいよそんなこと言ってくれて。大、う、沢、ん、さん覚えていらっしゃいますかその時。特に覚えてないですね、えーえー。嘘でしょ。<laughs> すごい印象 <laughs> はいあ覚えてますよもちろんはい。 一っったなっていう、はいねね、ちょうど間に今挟まれてる感じでねベテランの先輩たちが見つめてますけどねでもすごい楽しかったですみんなやっぱこう控室で話しててもみんなプライベートもすごいあのキャラも面白いんでしゅうちゃんとかるちゃんとかもね <laughs> すごいいい,いいキャラなんで。<laughs> ね そうですよねじゃあそのまま上川さんに聞きたいと思いますよ。はい <laughs> ね、どうでしたか今回のこの現場で特に印象に残ってることとかあのシーンこんなエピソードがありましたってあったら教えてほしいです,です、ね、印象に残ってる本当台本もうあの手に届いた時からすごい楽しみだったんですけど面白い脚本だなと思ってその中であの現場入る前に詐欺師のチームで本読みをするのに一回集まったんですよ。その時に僕初めてかもしれなないいですけどちょっとエチュードみたいな やあのやったの覚えてますかそれでなんかちょっとまあ台本の読み終わって最後のまあその先みたいなものをみんなでエチュードっていうのはあの即興劇っていうんですけどそのセリフがなくてみんなでアドリブでこうつないでいくっていうのがそのキャラクターを持ってきてその言葉で各の役者の頭で考えたセリフを出すっていうのがなんかすごく記憶印象に残っててそれが多分作品にそのまんまこう 生かされるような形で準備できたのは。入る前だったんです。すごくありがたかったです。はい。そうなんですね。すねえ、<の>マヤさんもそれは、ね、経験されたんですもんね。そうですね。あの、<laughs> <laughs> いや、いろんなこと思い出してるでし <laughs> 思い出しました。<laughs> 思い出しました。はい、でも、私ね、あの、割と、ボスなので、闇金業者の、だから。あの、まあ。 あの大物っていうのはまあ静かに聖なるあのボスなのかもしれないけどどこでどうす聞かせようかなと思ってたんですけど監督にあのそのまんまで静かにもう十分なのでって <laughs> それが一番あの。 面白いアドバイスでした、うん、あと一番現場で動いてらっしたのが監督で私はずっと AD さんだと思い込んでて <laughs> そうなんですよなんかねいないんですよね素晴らい監督しいつもこうわっとねこうどっかに行ってらっしゃるからあれ監督,監督は監督はみたいな感じで、うん、ちょっとだから走り回りすぎてたんですよね <laughs> <laughs> そう。 コロ,ナかコロナになって以降をちょっと走り回りを抑えたんですよそうですねはいコロナになるまではもう,もう走り回ってて <はい S 2> ネズミのように走り回ってて <うん S 2> これやばいなもうこれ疲れちゃうな <はい S 2> これ見てたらもう絶対病気になっちゃうかもと思ったらコロナになっちゃったで <laughs> でコロナになってからあんまり動かなくなって 自宅からリモートなんで動けないじゃないですかだから動かないことによってなんかすごい俯瞰で現場を見るっていうことができるようになって今ですかそうなんですよ <laughs> <laughs> だからそこからそのまあ走り回るときとモニター前でしあのどしっと構える時ときとかバランスが取れるようになったんですよね <laughs> これだけのキャストの方が揃ってますからね、うん、ね、まとめるのも大変だったと思いますけどね,<う>ねでも鈴木さんはねまや <laughs> さんの、ね <laughs> はい、娘役ですごくもうすっかり仲良しな感じですよね、はい、本当にお世話になってミキさんってなんか あの素敵な気配りの神様みたいな方であの私もそのリハーサルの時にご挨拶させていただいたら「あのねせいちゃんって私たちはニコイチのような役だからお互い支え合っていきましょうね」って惚れてしまうような言葉をいただきました。本当にすみません <laughs> あの初日から飲みに行ったんです <laughs> はいあの連れていっていただきましたただけですうちの近所に飲みに連れに行ったってそ,のそういうことだけです私がカジュアルフレンチレストランにあのすごいおしゃれなご飯と貴重なワインをいただきました <laughs> いやいやもうずっと酔っ払ってました2人で 2> <laughs> 楽しかったですちょっと親子感をちょっと絆を絆深めたいと思って 本当にね後ろでもねお二人でずっとセットでいらっしゃる感じですもんね <laughs> <laughs> 仲良くなっちゃいましたね。<laughs> 素敵なんですね。で一方小澤さんはね、はい、唯一のこんなの敵ではないですかそうなんですよ<ー>もでも皆さんとすごく仲いいですよねあのー、まあ そうですねキャラクターは敵ですけど、まあ、仲はいいんですけれどもやっぱり作品としてはねやっぱり対立しなきゃいけないのでただあの僕はあの今回作詞であの皆さんあの知的な詐欺師なんですよやっぱり頭があの回転早かったりとかすごいその中で、ね、唯一この後藤がね演じた役がちょっと、まあ、あの体力派というか。<laughs> あ,のあるシーンでさっきあの後藤が言ってたあのあの芝居をねみんなで一生懸命考えたっていうシーンがまさにそれなんですけど、まあ、僕が詐欺をされている騙されている人間が何かこうもしかしたらと思って気づくシーンがあるんですね。で気づいてそこに行こうとするときに彼の後藤の役がこうあのなんかこうなんていうんですかあのこ歩いてきてこうぶつかりそうになる時ってあるじゃないですか前後でこ,こ,うこうなる時あるじゃないですか。でそのの一回リハーサルやったときにあのまあまこう こうなった時にぶつかったんでですよね、うん、でぶつかった時になんか僕はあのなんか軽トラックにぶつかったぐらいの, <laughs> あの、まあ、見て分かるようにこの質量がねあのすごい筋肉なんであのちょっと頚椎やりそうになりましてそれ,それであの僕自分の体が大事なんであのち,ょっとちょっと向こうで稽古しようかって言ってね <laughs> <laughs> ぶつかり方をこう考えようと。 あなんかすっごい優しい先輩なんだなと思ったんですけど <laughs> まあでもこっちも本気だった本気というか本気でこの体にぶつかられてみてくださいよこれ。うん いもでも小ザさんもやっぱがたいというかやっぱこういう見た目なので、なんか <laughs> あなたには負けって<け>後藤には負けるからね。まあでもそのおかげでそのシーンもね、はい、いい感じのあの緊迫感となんかそういうスリそういうスリリングな感じができたんで、えーうん、撮っても良かったなと思ってます。以上です。はい、そこのシーンチェックしてください。<laughs> ねでも監督あのもう SNS ですでにね、はい、感想が随分上がってきださってああ私も見ました。ね、僕あの今日ちょっと昼の会に、はい。 潜入して見て見きたんですよ、はい、新宿ピカデリーの昼間の会に見に行ったらまずすっごいお客さん入ってて平日日中だったんですけどで、あのそうあのすごいなんか自分が思ってたとこと違うとこでこう笑いが起こったりしてすごい楽しかったしもう途中から普通に一,一映画ファンとして。 え、この映画面白いなと思いながら、うん、見ちゃってましたねお金はちゃんと払われたんですかお金払いましたよあす,すごいですね、はい、もうあのー、はいニット帽かぶってマスクして,してはい気になるじゃないですか監督がよく、まあ、ももちろんそんなねはい、あのー、だからそ,そっと見に行ったんですけどは<ー>そう 良かったですねで本当にね多くの人にさらに広がっていくと思いますおめでとうございますさあお時間も近づいてきたんですけどこれちょっと言っちゃいたいんですよこの質問やっちゃっていいですよねあのこの作品は予測不能な壮大な騙し合いバトルなんですよそこでこんな質問です最近予測不能だったことがあれば教えてもらいたいですちょっとこれキャスト陣に行きたいと思います内野さんいかがですかいや予測不能だまあでも一番最大に予測不能だっていうのはもう もう本当にこの映画がこう皆様の心に届くのか、あヒットするのか、<ー>そうでもないのかこけ <laughs> るのかって <laughs> その辺はやっぱ予測不ではっきり言ってあのごめんなさいね監督があのドキドキしてますけどね。確かにね。はい。すごいお客さんいっぱいいました。本当？はい。今日だってこんな満員ですからね。そうですね<え>。素晴らしい。うん。はい、じゃあ予測不能じゃないですね。はい 安心ですね。予測不能ですか？いやかなり <laughs> 予測不能なんてことあるかな。まあでもまあじゃあ、まあ、例えばですよ。例題としてま,まあまあちょっと多ごとあるなんか予測不能。<laughs> <laughs> ななんか予測不能ことあ前も言ったんですけどやっぱりどうしても GPS と GPS の動きが本当予測できなくていつも惑わされてるなっていうのはいまだにちょっとまず戦ってるんですよ GPS と戦ってる GPS と毎日戦ってます携帯の例えば後藤がこっち行きたいのに GPS はこっちさすってことねそうですこっちの向きがマイクをマイクをマイクをはいこうなってるんです僕の行く先が前もちょっと皆さんにご相談させてもらったんですけどそうだよね相談したね 結局だから問題解決してないんだ。してないですね。知ってできてないんだ。<laughs> はい、してないです。ちょっともう地図を買おうかなとい、はい。いやでもね予測不能ですよね。本当そうです。じゃ紙の地図ですね。そうですね。はい、おれさん今ちょっと動きで伏近しちゃってる。<laughs> かね、さあ他にどの高い？我こそは。うん？じゃじゃじゃいいですか？はい。いいですか？はい。いい僕ねコットン裁判してるんですよ。<ん>ほう。えー コットンを栽培してるんですよ、えー、綿たわたこういうののね、えー、であれって最終的にあのポンって実が割れて中からあのコットンが出てくるのすごいねポンって出てくると感動するんですけどでベランダでやってるんですけどねで一番大きいやつがあのもう咲きそうだったの。 ででももう他にも何個かあってでもこの一番大きいのが咲くよねって妻と言ってたらそれじゃないやつが咲いたんですよ。<laughs> ああ、すごだ。予測不能でしょ。はい。<laughs> はい。いやでコットンなんで栽培してるんですか。え<れ>、コットンでなんか作るんですか。あ、まあ、コットンはその種をちょっといただいてある流れで、うんうん、え、それでちょ,ちょっと育ててみようつって、はい、育ててるんですけど。ああ<ー>。はい。本当に出てくるんですあのいあのき綺麗のなんていう糸の麺、えー、の元が うんねこの空気で見てよこれいやいやいや,い,やいつかちょっとコットンでなんか作ってほしいですね <laughs> なか作ってほしいですね <laughs> なんかでもそれをなんかどっか持っていくとあの自分が着る T シャツに混ぜてくれたりとか<ー>自分が栽培したコットンで自分の T シャツ着れるみたいなあるらしいんですけれどもね学びになりましたありがとうございますありがとうございますじゃあ続いて神川さんどうですか<お>えっとさいそうですねあの ハン,ガーハンガーですかねハハンガー<の>ハンガー <laughs> ハンガーーが予測あの1週間前に衣替えしたんですよでそしたらちょっとあのハンガーちょっと余っちゃったんで箱に直そうと思ってしまったんですねきれいに並べて。はい、そし今日あ洗濯物してハンガーい,いるなやっぱりと思って <laughs> 一本出そうと思ったら全部つながっちゃって。 な一本だけが欲しいのにで全部あーって来ちゃうはい全部予測のそう引っかかっちゃうはいなんですごいですねはいテジ的なそうですねハンガーと詐欺には引っかからないようにといことハンガーと詐欺には引っかからないはい言わないで言わないでそういう落ち込んでなんかまとめましたねうまいなねじゃあマヤさんどうしましょういや天気じゃないですか最近の私あの弟弟じゃないや弟ごめんなさい弟もう危ないんですよもうそろそろ いろいろとお年頃であのいや天気が一昨日本当に寒かったんで,であの今日ですねもうすっごいダウンをしっかり着てきたらもう汗だくですよもうそれあの来週ぐらいはまた暑くなるらしいですよもう一回ねだから本当皆さん気をつけてくださいまめに見ないとですよこの予測不能なはいです、ねはい、ありがとうございますじゃあ横でうなずいてる鈴木さんどうですか あはい、私はですね「アングリスクワット」の撮影中に、えー、34ヶ月だった娘がいるんですけど1歳を超えまして、えー、とこの間ふっと見たらですね、私の銀行のカードとクレジットカードを満面の笑みで両手に持って立ってました。<laughs> ちょっとママはそこまで予測できませんでした。かわいい。ね以上です。ね、かわいいけど、ドキドキしますね。どっから取ったんだろうなと思いました。ね、あとなくなっちゃったら、ドキドキですね。はい、よかったです。なくなる前で。本当です。ありがとうございます。さあ、か河いさんと森川さんが残りましたけど、どっち行きますか。じゃ、いいですか。先。い先。すみません。すみません。すみません。あの、あの、ちょっと、ちょっと、あの、自信、自信作あります。俺、もう一個あるんですけど。 いいい、いや、や、ここは、ないないやいやか、ですあの私カブトムシの幼虫を飼ってるんですけどあの今埋まってる状態なんですよあの虫かごの中に。であの、なんかたまに出てくるっぽいんですけどその、出てきて。 ってるのあんま見たことがなくてでも多分土のすごい中にいるんで姿が外から見えなないんんでですねでなんかちょっとたまに不注意であの蓋がちょっと開きっぱなしの時があってでもま出れないとは思うんですけど一回クワガタが脱走したことがあって<ー>なので幼虫がどこにいるかわからないっていう <laughs> <laughs> ちょっとあの怖いまあ、多分出てはいないんですけど、まあ、元気にしてるのか眠ってるんだとは思うんですけど。 ちょっとわかんないなって予測不能だなって、はい、もしかしたら殻になってる、はい、ね、中にいないかもしれないってこと、はい。そうなんですよ。うん、ちょっと怖いなみたいなはい。出来事ですね。ありがとうございます。はい、あ最後になりました森川さん。<laughs> えっと、そうね。あのこの映画すごいキャスト豪華じゃないですか。<laughs> うん、だからあの大先輩方もすごい多いし、うん、あの。 申し訳ないですけどこう仲良くなることはななないだろうなっってて正直思ってたんですよなかなかこう先輩たちと現場でお話しするのも緊張するしこうなかなかこう喋る時間もないだろうなって思ってたらあの現場であの予測不能だったんですけどあのまさかの仲良くなりまして現場が終わった後にみんなでご飯に行くということがありました。小澤さんがもう結構 みんなに連絡をしてくれてスケジュールとか合わせてくれてうちのさんにやれって言われたんでいやみんなで仲良く最後に打ち上げじゃないけどいやびっくりしましたあれはねありがとうそうですあとなんか動いてないグループラインあるよねありますありますありますかね。 あんまり動いてないけど。俺知らないんですけど。あ、ごめん、お前は入ってないから。え、おさむちんご飯、僕も触ってないです。あ、お前も入ってないから。はい。お前。ごめんなさい、今、後藤に言った、流れで、言っす、すみません。はい。なんか、すいません。余計なこと言っちゃって。すみません、後で、はい。無理やり聞きます。後で。だから、こう、みんなね、わちゃわちゃ仲良しってこと。ね、今ね。やだ、予測不能のね。エピソード、ありがとうございました。おわ。 お俺もう一個あったんだけどな <laughs> もうちょっと時間はタイムズアップになってまいりましたい,やい,いやはい、すいませんじゃあ最後に <laughs> 申し訳ないですうちの西洋さんと上田監督からぜひこれから映画を見に来る方々もまたねメディアの向こう側にいらっしゃいますのでメッセージをお願いいたしますではうちのさんからお願いしますはい。はい、あのもうこれはもう先ほど申しましたがあのー、本当にもう これでもかっていうぐらい打ち合わせを重ねて重ねてでまあとにかく面白い映画作るんだってその 一だけで、ね、あの監督とさあの打ち合わせして,して現場に入ったらもも皆さんと一緒にケンケンガクガクも何かねまやさんなんかはあのワークショップみたいだねみたいな、うん、<laughs> おっしゃってたぐらいなもう新鮮な現場というかあのみんなでこうアイデア出し合ったりとか時見にはしましたしあの非常に手作り感覚の強いあの映,画だ映画の現場だったんですけどだから、ね、自分はあの、まあ、見るまではああ面白い映画になったのかなって。 っていう気持ちがすごかったんですけど自分で見てもなんかさすがだな上田監督っていうところもありましたので皆さんどうぞ期待して見てくださいそしてもしもあのよかったらちょっといろいろつぶやいてなんかして盛り上げていってくださると嬉しいですありがとうございましたありがとうございますでは最後に上田慎一郎監督お願いしますはいええー 特に、ですね、あのー、ちょっと待ってくださいね、<laughs> <laughs> あのー、内野さんはですね本当に、あのー、3年ぐらい前から <laughs>、あのー、何回も何回も結婚打ち合わせ、リハーサルを重ねさせていただいて泣くなー。<laughs> おさんあのー、でも現場でもですねあのあのクランクイン前日に電話かかってきましてそこまでメガネの設定なかったんですよでもなんかそのメガネ屋にいるんだって今電話かかってきて <laughs> でこのメガネとならやれそうなんだって電話かかってきたりしてもう本当にもうカチンコが鳴る瞬間ギリギリまでずっともっと面白くできないかっていうことをうちのさんもそうですしあの全員皆さん思っていただいてて。 特にに本当にあのずっと長い間あの一緒にやってくれた内野さんに改めてあこのとあり、はい、非常に情熱的な方なんですぐ涙しちゃうんですけど <laughs> す本当にあの、はい、彼の,あの不到不屈の精神というか是が非でもいい映画を作りたいっていうものすごい情熱から生まれた映画がこれから皆さんが見ていただく映画なんで。 はい楽しんでください <laughs>。すいません、ちょっと最後、明るく締めますね。あのとにかく、あのー、映画っていろんな意義がを持ってそれぞれの作品が作られると思うんですけどもうこの作品は本当にとにかくお客さんを楽しませる徹底的に楽しませてやろうと思って、えー、作った作品です。えーまあ、このフィクションがあ皆さんのなんかこう現実を生きるエネルギーになれば嬉しいなと思います。 これから120分思いっきり楽しんでくださいありがとうございましたありがとうございました